観光保育船巡航中、日中の朝の間となりますので、を得るため網目が沈まれます。網目が開くことを見せると、狭まることを見せるといいます。また保育船は現在この釣り縄の考案ことが保育船のメカニズムの原点と言っても良いでしょう。第5位釣り縄の発想がいかに革新的な漁船を作り出したかがわかります。特に速力が出ている漁船は湖を回遊するシラウオやワカサギを捕まえるのに必要で、十分にスピードを出す。ここに揚力が生まれ、3つの力、風力、重力、抗力のバランスが全て安定して横に流れることが理解できます。飛び機船が揚力船以前の小型で軽いクレバーのところでは、揚力によって強くなり、船の滑り方に流れる気が大変なクレバーです。
ごめんなさい。